バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイ、イエーイ、久しぶり。こんばんは。こんばんは、シノンです。ゲストに娘のシノンを迎えております。今夜もよろしくお願いします。お願いします。いや、実はさ、一人でね、収録仕掛けてたんですよ。ですね、言ってましたね、はい、ですが今日帰りが早いということで、よし、シノンも一緒にということでね、皆さんも待ってくださってますよね。もう陽子が一人で喋るようにね、うん、ピチピチした声を聞きたかったでしょ。はい。そしてお久しぶりですね。お久しぶりですね。そうそう、あのね、うん、最近さ、 BTS、 シノンの好きななんだっけ、はい、なんとか少年団、防弾少年団、防弾少年団よね。すごいね、はい、ガムのパッケージにもなってるしです。ね、私ファンじゃなくてもいっぱい出てくるよ、広告は。だから毎日教えてもらってる。なんか、そうそうそう、パパなんかさ、ギュってるよね、うん、私ファンなのかなって勝手に思っちゃうけど、まあそんなもんでしょ。では今日はですね、皆さんに陽子の曲、秋といえばこの曲ない。そうです、よく分かってくれました。秋の曲はございません。なので私の大好きな、皆さんとハッピーになりたいから、この曲をお届けしたいと思います。お聴きください、ラブレターズ。幸せのピース、今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続けてく明日。
リョーコでラブレターズお聞きいただきました。そういえばさ、学校の登下校にさ、私のミュージックビデオがモニターに流れるんだよね。あ、流れます。鹿児島の天文館、もう鹿児島のね繁華街ですよ。そこのね銀座通りという通りがございまして、はい、鹿児島にも銀座がございます。銀座と、そう銀座通りの光学堂というね、私も大変お世話になってますメガネ屋さんのビジョンでね、陽子のミュージックビデオを流していただいてるんですよ。一曲じゃないよ、何曲も、はい、それで娘がね帰ってくる時とかにね、ママを見たよっていうねえ、ここにいるよみたいな感じですね。ママがいたよみたいな感じで、私はねあんまり見たことがないのよ。だけど本人なのに見たことがないらしいです。ないんですけど、でも応援してくださる方がよこちゃん見たよ見たよっつってね、うん、そう連絡くださるんですよね。嬉しいよね。うん、ふんってそうそう、ふんって感じになっちゃう私も。でなおかつ本人あんまり見たことがないんだけれども、実はね、例えばお店に食べに行ったりした時にさ、お連れの方が、私を紹介してくださる方がね、お店の方とかに歌い手のようこちゃんだよって、歌手のようこちゃんだよって言ってくださった時に、あ、そういえば見たことあります、え、どこでってなった時に、ビジョンで見ましたあーみたいな、そういうこともね何度かありました。そうなんですね。そう、すごいありがたい広告ですよね。はい、だからね、うちの母とかはいつも綺麗にしときなさいっていう油断するとすっぴんですからね。いいんだけどね、別にすっぴんでもね。友達に、うん、まあ送り迎えとかがあったりすると、うんうん、ママが来てくれてすっぴんなんですよ。ええ、でサングラスをかけてて、うんうん、お団子をしてた時があったんです、うんうん、その時に今朝じゃない、あ、今朝今朝ですね、今朝もか、今朝もですです、うん、そしたら、うん、お友達と二人で歩いてて、あ、三人だったんですけど、三人で歩いてて、ね、うんうん、そしたらなんかハリウッド女優みたいみたいな感じ、噛んだ噛んだ肝心なところ噛んだけど、ありがとう。え、何ちゃんが言った、後で教えなさい。え、はい、何ちゃんとは言えないけど、ここだね、まるまるまるちゃんです。いや、いい子たちやね。もう、しのはいい友達を持ってる。いや、ただのすっぴんの母ちゃんだよって。そうだよね、はい、そう、しのはね、何を隠そう、母ちゃんって私のことを言いますね、はい、最近母ちゃんって言います。結構長いよ、でも最近じゃないよ、もうずっと母ちゃん言われてる。1年は経ってませんよ。経ってないかな。経ってないです。まあ、もともとはね、クレヨンしんちゃんのさね、はい、お母さんを呼ぶクレヨンしんちゃん、そうね、全部好きなものからね、クレヨンしんちゃんがお母さんを呼ぶときに母ちゃんっていうですね母ちゃん父ちゃんだからね、母ちゃん父ちゃん、そう、それを見て可愛いねって感じだったんですけど、いきなりママ、シノンも母ちゃんって呼んでいいって。いや、なんか呼びやすくて、まあ、私もさ、いいよって言ったんですよ、しんちゃん好きだからそしたら、そっからずっと母ちゃんなんかね、知り合いの方々がパッて聞いた時に、陽子ちゃんは母ちゃんって感じがしないけどね、でも母ちゃんってしーちゃんが言うと母ちゃんって感じだねみたいなどんな感じみたいなねまあでもね、幸せですよ、ありがとうございますね。はい、あ、そういえば、はい、BTS で思い出しました、さっき11月6日、実はね、10月に開催予定だったイッシージャムナイトと、いつもお世話になってますサウンドプロデューサーのイッシーのイベントなんですけれども、イッシージャムナイト10月予定が11月6日に開催変更になりまして、バンドスタイルでのライブなんですけれども、シノンも一曲歌う機会いただきました。よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。そこで歌うのが BTS のダイナマイトです。そうそう、カバー曲でございますね。英語なんですよ。なんちゃって英語？違います、ちゃんと言います。発音いいよね、はい、私いいと思うよ。先週か、お、皆さんにお話ししたけど、シノンはさ、 L と R の発音がちゃんとしてるよねって、で聞き取る聞き取るだって、聞き取りもいやいや、もう褒めても何にもならない。 L 皆さん、シノンがどんだけ歌えるかっていうのは、うん、ぜひ11月6日キャパルボホールで開催しますイッシージャムナイト、遊びに来てください。沖縄の方もね、行き来がねできるようなね世の中になってたらいいんですけどね。あと1ヶ月後ですね。どうかな、なあ、ちょうど1ヶ月です。まあ、その時はさ、まあ、皆さんこう世界が落ち着いた時に、うん、
ダイナマイト歌い続けながら沖縄まで行けばいいよ、シノンが。ずーっと歌っとけばいい。嫌ですよ。その頃はさあ BTS の他の曲流行っててもずっと歌っとけばいい。いじめじゃありませんよ。可愛いんです、うちの子。からかいがいがございます、ね、でもね、ママの意地悪はちょっと昭和の意地悪な感じだからね、うん、いいのかな、ね、昭和。まあ、ちょっとここら辺で次の曲お届けしたいなと思います。はい、ではしーちゃんの好きな曲を1曲お願いします。好きな曲、はい、ママの曲で好きと言ったらこれでしょう。あ、もうママみたいなみたいな感じですね。あ、そうそう、ママって言ったらこの曲っていう意味でしょ。あ、はい、うん、ま、難しいな。それでは、はい、お聴きください。フリーダム。風を切って新しい道を行く。体ひとつ感じるままに進め。スタートなんて遠い昔さ。両手握り力強く走り抜く。ミラーに映る過去まで脱ぎ捨てて。右手を回しスピード上げて。左手握り想いようこでリーダムお聴きいただきました。やっぱり好きなんですね、このロックナンバーが。はい、おしとやかな曲よりもこっちのガン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 してるような、うん、ファーってなってる感じがうちの若いね、うん、家でのママです。嘘、私そんな激しいけ。はい、皆さんがなんかキャピキャピ言ってます。キャピキャピね。そうね、別にヘドバンもしないし、その若い子のキャピキャピじゃなくても、ん、おい。30代のキャピキャピと言うんでしょうか。まあそうね、30代はさ、男の人にはキャピキャピしないけれども、ちっちゃい子とか子供たち来ると、うんうん、キャピキャピが止まらない。シノンおばあちゃんじゃないじゃん。シノンは、いや、シノンも若い、ちっちゃい子たちをさ、あのさ、見てさ、かわいいかわいいってなるじゃん。なるなるなる。やっぱ母性がさ、くすぐられまくるじゃん。なるなる、出ちゃうね。そうそう、母性がね。そうですよ、14歳の女子ですからね。はい、ですね。大人の階段登ってますからね、はい、だって私の同い年の他の子は、うん、もう好きな人がどうとか、うんうん、カップルがどうとか、カップルっていうね、日本語で言ったらなんて言いますか。アベック。カップルは日本語で言ったら夫婦ですよ、夫婦。夫婦じゃないよ、恋人。え恋人。あ、コップル。何だ、ちょっとどうした。いや、あれ、とにかくシノンはね、んー、なんかもうそのー今恋っていうよりちっちゃい子が好きなの。そうね、ね、実はさ、一人でさ、今日ラジオをお届けするときに胸キュンって大事だなっていう話をね、しようと思ってたんですよ。で、なぜかって言ったら恋が全てではないでしょ。はい、ね、まあ一回一回、ほら、恋愛一回に対して一人としか恋愛はしないけれども、たださ、その時にずっと人生で恋できたらいいよ。めんどくさいよ、そんなの。むしろキュンキュンするとなんかわからないホルモンかエネルギーがさ、こう発信されてさ、はい、女性は美しくなったり可愛くなったりとかさ、男性はまあかっこよくなったりたくましくなったりするかもしれない。そういうのがこう分泌されるんじゃないかなって思った時に、
私はもう間違いなく最近インスタに上がってくる赤ちゃんの動画かわいいと思って。いやね、もう別に暇してないんですけど、暇なんですけどね今まであのなんていうの、ネットとかもあんまり見なかった、 SNS も仕事以外しなかった人間がですね、うん、ちょっとねインスタのそのなんていうのリールってやつ、うん、こう中で出てくるのよ、知らない人よ知らない人のことなんて全然見なかった私が、その赤ちゃんのやつだけ見るとね、もうキュン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 するかわいいって癒されますね。まあとにかくですね、キュンキュンするのは大事ですよ。中学校2年生もそれなりに、まあ、恋というかね、キュンってすることは大事だと思います以上、母より以上、娘より何も娘言ってないけどねずっとうなずいてましたよ。あ、そうだね、まあ、お利口だよね、うなずき美人ってありますからね。変な顔してうなずかない皆さん今日映像撮っとけばよかった、すごいひどい顔してましたよ今しのね。でもね、お母さんに似ました。いや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 、母に似るんです変顔が、うん、私全部全部普通にしてて変顔かもしれないけど、しの普段は変じゃないよ。ちょっと待って、ちょっと普段は可愛いよ。その前のあれ、普通にしてたら変ってこと。普通にしてもう私は変かもしれないけど、あんたは普通にしてたら変じゃないよ普通の顔します。もうだあのねラジオだから見えないからいやいやいや、反応反応反応ね、まあ、とにかく皆さんこの若さに多分ねこうたまについていけないんでしょうけど、私もついていけてないんで、うん、まあいいでしょうまあ若いっていいよね。まあね、うちの子のね可愛いところはいっぱいあげてもキリがないんですけれども、おー、ありがとうございます素直だね。ない、うん、ないない、はい、はいだからそういえば11月に長江健二さん、芋筋トリオの長江さんがまた鹿児島にいらしてくださるんですけれども、ビッキーズハウスでねライブをされるんですが、その時にあの俺の恋人の娘は元気かってメッセージありましたその私のことですか。そうそうそう、だってさ、しのはさ長江さんにさお母さんに怒られてお母さんが悪い時は俺に電話しようって言うね、うん、連絡先も交換しております。そうそう、私電話番号知らんからね娘は電話番号知って私知らんからね私を通じて連絡が行きます、まあ、でもさ、はい、それはね母としてはすごく嬉しかっただってさ、まあ、私も一人であのお父さん役までしててさ、最近ってかあんたひどいよね、もう最近お父さんお父さんちょっと言ってるよ、気づいてた私にチチチチアハハハじゃないアハハハじゃないのよね。まあいいんですけれど、自分で言ってるんじゃない。まあね、だってもうそういう視線が来るもん、お父さんみたいみたいな。まあいいんです、いいんです、うん、あの最近怒ってることが一つあって、うんうん、ママのホーム画面が、うんうん、ホーム画面ロック画面、携帯のロック画面ね、うん、が私の変顔の写真なんです絶対見せませんけど。まあ見せれんねいやいやいや、個人情報だな漏れですあれいくつだ、小学生中学生って去年か、去年にして幼い顔してたね。ケってケって何ですあ、小6ぐらいじゃない。うん、多分幼い可愛いだよ。あのね、うちで作ったね、なんていうのあれ、パン、パン、卵パン、うん、卵パンをね頬張りながらすんげー変顔してるねえげつない変顔してるんですよ史上最高、皆さんに見せたい、ダメ、見せたい、ダメ、長江さんには見せよう、ダメ誰にもまだ見せてないけど長江さんだけには見せよう。でも、 もし携帯がこの写真いりますって、ダメだっていや、携帯を落としたと来たらこれ誰の携帯け、私だったらね携帯落とした写真がなんて素敵な人がいるんだと思うこういう画面にしてる人はなんてピースフルなんだ、平和な人なんだってね思うと思いますけどね。それがあの本当の顔だったらどうするんですか。大丈夫だよ、あんまり変わってないから大丈夫大丈夫。おい、しのの顔がもともと変みたいじゃない。お前の母ちゃんはもともと変だけど、しのはもともと変な顔じゃないぞ。だけどあの変顔と普段の顔はあんまり変わらないぞ失礼ですよ、まあとにかく長江さんにあれを見せて、で、まあ、11月は一緒に応援に行きましょうね。はい、はい、しーちゃんに会いたがってくださってたのでよかったね。はい、で長江さんと私たちをつないでくださったいつもサポートメンバーでねお世話になってるピアニストの王ちゃん、
小田浩一さんから今日連絡がありましてね、私の地元志布志のダグリ岬のロケーションが素晴らしいと SNS で拝見したらすごい良かったと、うん、今度行きたいなって、おうちゃん早く鹿児島にね来てねって、うん、東京の方なんでね、もうそういう話もしたり、うん、まあ音楽ってさいろんな人とさいろんな形でつながれるじゃない、うん、いいよねしみじみ今日で思った。いいんですね、うん、だって好きでしょ音楽、うんうん、音楽だけじゃないじゃん、音楽に関わる全てが好きじゃない、うん、お互い、うんうん、聞くことすること全部ね、うんうん、考えてる。まあ、シノンぐらいの時にはいつももがいてましたけど、私はね、もがく、もがく、あんたもういいよもがかなくていいよそのまんま真面目に練習して、そのまんまもうね人の前でパフォーマンスして、笑顔でパフォーマンスして、みんながあ素敵ってなってくれる、もうそれでいい私みたいな、もう何て言うの、そのもがもがしてもがもがしなくていい言うねもがもが、もがもが、皆さんもがもがしないで人生笑顔で楽しくいきましょう。はい、ではそんな私たちがお届けしますキス&ハグは永田中学校音楽部がコーラスで参加してくれたバージョンをお届けしたいと思います。お聞きください、キス&ハグ。切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は陽子でキス&ハグお聞きいただきました。何ふんって笑ってるの、どうしたの。いやいや、なんもないです、一人笑いです。やっぱりさ、やっぱり若いっていいよね、橋が転がっても楽しいんだからね、うんうん、たまにさ、いきなりすんげえ笑ってる時あるよね、かわいいよ、あれ何に積もったんだろう私にはわからない若さかって思う幸せになる、見てて、それだけで私は幸せでございます。なんかみんなが面白いと思うことはあんまり面白いと思わないんですけど、うん、一人でなんか他のことで笑ったり最近思うんだけど、やっぱしーちゃん変だよ、いい遺伝子受け継いでる、変だよ。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエストを大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。お願いします。今夜もありがとうございました、変なしーちゃん。途中で話終わりましたけどいやいや、終わりでしょ、だってもうそれ以上進みようがないよ、変な、私たちは変な親子なの、一緒にしないでください。では皆さん、今週も一週間めちゃくちゃハッピーでいてくださいね。そして変なママも変なシノもハッピーでいたいと思います。では、せーの、バイバイハッピー。